皆さんこんにちは、ベリーズの佐藤です。桜田ゼミですよね。でこれ講義終了後にいつも毎回やってるやつでありますが、一応ね25日までしか、教室を取っていなかったんですが、第2期目ということでやることにいたしました、ね、で継続してまいります。でどういうゼミかというと、まあ、通常ゼミとは違うわけですよ。で通常ゼミであるならば多分ね、問題解いて、でそしてこれに対して回答しっていうだけで終わってしまうんですね。でこれだと100やって100ですよ。であるいは論文であるならば多分それ書いて採点するだけなんでしょ。であまり意味がないかなと思ってるわけですよ。できれば1つ問答していって1点から10点で10点から20点解けるように広げていきたいと思ってるんですね。でまた即答しってことになるわけですよ。書くわけではないね、ないしは解くわけではないわけですよ。で聞いていって即答してもらいます。でこれによって一番これ難しいのって答えることなんですよ。だから試験ってまず単独式試験があって、から論文式試験があって、最後公示試験になってるわけでしょ。うまくできていますよね。で即答することって結構これ難しいんですよね。でこれをやっていただきます。で私と対話していくんですね。でこれができるようになるならば多分担当であろうが論文であろうが解けますよ。でこれをずっとやっていくってことになりますね。で通常講義終わったのが5時になりますので、5時半から毎回日曜日にやってるんですね。ただね、ガイダンスが入ってしまったりするならばできませんので、この場合については事前にお知らせしたいと思っています。で通常は日曜日の5時半からやっておりますので、ぜひねうちのクラスにいた方、ないしは今いるような方、ぜひ振るってご参加の方をお願いいたします。